どうも、ハイチーです。今日は2月の21なんですけれど、まあ受験がね、続々と終わってきましたよね。あのツイッターとかさ、動画のコメント欄とか、あとメールとかもそうなんですけど、まあ受かりました、落ちましたっていう報告もね、たくさん今いただいてまして、でまあ全体的にひとまずね、受験終わった方は本当にね、お疲れ様でした。でまあまだね、これから本番残ってる方もいますので、まあ、その方はぜひね、頑張ってください。で、今回なんで動画を撮ってるかって言いますと、その、落ちてしまった方からですね、ま、なんかね、ツイッターのリプとかだと、結構ポジティブに、ね、落ちてしまったけど、頑張りますみたいな感じの方が多いんですけど、メールでね、来る方が、まあもうちょっとこの世の絶望みたいな感じでね、送ってくる方が結構ちらほらいらっしゃってですね、まあちょっとそういう、受験だけじゃないんですけど、人生でうまくいかなかった時っていうのもあるわけですよ。これからきっとある、みんなにとってもね、あるんだけど、そういった時に俺がどういう風に思って生きてきたかっていうのをちょっと話そうと思いますので、まあよかったらね、最後までお付き合いください。で、実際じゃ自分がね、どこで人生の中で挫折したかっていうと、まず恋愛における挫折はね、もう初期の方にめっちゃしてるのね。で、これはいつか話すわ。ね、まあそれちょっと趣旨ずれちゃうんでね。で、じゃあ勉強とかさ、そっち方面で行くと、まあ、高校受験と大学受験は、前期とか全部落ちてたりするんで、最後の最後までかかってるんですよ。一応苦労はしてる方だと思うんですよね。ですけど、一番最後のところでなんとか志望校を受かった人間なので、まあ、挫折というか、その志望校に入れなかったっていう経験はまだしてないんですよ。そう。で、じゃあ、大きい挫折はどこかっていうと、俺も就活なのね。就職活動。まあ、高校生でされた方もいると思いますけど、俺はま、大学3年の終わり、まあ、4年になる前ぐらいから就活を始めて、で、まあ、自分は教育学部なんで、周りはもうみんな教員採用試験なのね。まあ、先生になりたいからさ。でも自分はなりたかったんだけど、一回社会に出たいと思って、で、今日だと就活を始めたんですよ。で、まあ、されたことない方はさ、イメージつきにくいと思うんですけど、まあ、いろんな会社に行ってね、その、いっぱいあるの。第一次選考突破したら第二次選考、第三次選考、面接、最後社長面接みたいな。まあ、5段階ぐらいあるのかな、大体。そう、突破してってみたいな。で、最後に、一番最後も OK だと内定っていうのはもらえるわけ。そうそうそう。で、結局自分は、もう数ちゃんと覚えてないんですけど、15ぐらいかな、の会社に落ちたんですよ。そう、バシバシ落ちた。普通に第一次選考から、あ、もういらないよ、プシッ、プシッって。もうね、俺あんまメンタルが強い方じゃないんで、人格否定をされてる。だ最初はいいんだよ、全然。あ、落ちた落ちた、次行こうみたいな思うんだけど、こう、だんだんね、その、落ちるのが重なるじゃんか。で、もう書類選考とかでも落ちるわけ。で、そうするとさ、だんだん自分の、この、こいつね、俺自身が魅力がないんだなって思ってくるんだよ。人格的にもダメなのかなみたいな。で、結構ダメ押し食らったのが、一個塾の会社を受けてて、そう。で、受けてたんですよ。で、そこは社長面接まで残ったの、自分。最終選考まで。で、先輩の話をね、聞いた時に、そこの会社は社長面接まで行ったら大体受かると。で、しかも、塾の会社で、俺一応学芸大の教育学部出てるから、一応まあ専門っちゃ専門なわけですよ。教員免許も取るからね。あ、取ってたから。だから、まあ行けるだろう、と思って、で、しかも社長面接もそこそこうまくいったと思ったんだよね。落ちたんだよ。そう。あ、落ちたと思って。そう。で、あれの時のね、ショックというかもうね、信じらなくって、え?みたいな。そう。で、もうさ、その、就活って期間が一応決まってて、どんどん前で終わってしまうんで、後ろになればなるほど不利になっていくの、どんどん。会社が残らなくなってくるから。で、そんなもう、ね、凹んでる暇なんてないし、やるしかないから、どんどん受けてって、で、まあ、いろんな分野受けてたんですけど、まあ、自分がもともとね、その社会に出ようと思ったのは、教員にストレートになってしまうと、先生って永久就職みたいなとこがあって、転勤って学校変わることもあるけどさ、先生やってるのに急になんか、なんだ、普通にお店で商売始めますとかないじゃん、そういうのは。そう、だから、ずっとそれに就職、なんだろう、一生先生でやっていくよりも、社会でちゃんとした仕事をいろいろ知ってからなりたいと思ってなるんだったらね。で、そのためには、修行しようと。自分ほんとメンタルも弱かったし、なんだろう、実力もほんと何もなかったから、俺何もなかったんで。だから、一番きつい仕事なんですかねって先輩に聞いた時に、飛び込みの営業だよって。お店とかさ、みんなのお家とかにピンポン来るじゃん。あれが一番きついと、メンタルがやられるからね。
じゃあそれをやろうかなと思って、それを一応メインで探してて、で、一社内定を最終的にもらえて、で、営業マンを、1年はちょっと体調的に続かなかった。ドクターストップかかっちゃったんでね、続かなかったんだけど、まあ、10ヶ月ぐらいかな ?90 ぐらいやってっていう感じの、まあ、人生があったわけですよ。で、まあ、その時の就活が一番ほんと挫折だよね。あ、こんなにダメか、俺は、と思ってたわけですよ。で、まあ、これをね、受験のみんなのさ、受験が落ちたっていう子たちと重ねるのは、もしかしたらみんなにとっては難しいかもしれないんだけど、俺にとってはそんなに大差はないと思っていて、自分は、例えばさ、どう思ったかっていうと、第一志望じゃないんだよ、当然その入って会社は。志望じゃないの。そう。じゃあ、第一志望じゃないから、やる気が出ない、仕事に。やる気出ねえわ、みたいな。ここだって行きたいとこじゃねえし、なんて言ってる、ことはできるわけないわけ。仕事だからね。お金もらってるわけだし。で、もちろんみんなは、大学とか高校に進学した時にお金をもらうわけじゃないじゃんか。ね、勉強をしに、学業をしに行ってるわけだからさ。だけど、自分はその会社に就職した時にどう思ったかって、第一志望じゃないと。行きたかった会社じゃないよ。メインではないけど、でもここに入れるって決まったんだったら、この場所で自分は何ができるのか。で、もともと社会には修行だと思って会社をね、就職しようと思って探したんだから、この会社でできる限りのものを吸収して、で、自分にプラスに持ってこうって。そう。だからよく自分が言いますけど、そのみんなが進学先もそうだね。どこに行くかはもちろん大事。どこの学校に進学するかはもちろん大事だけど、それよりもみんなが行った場所で何をするかのが何倍も大事なんだよ。例えば、いい大学、まあ、いい大学っていうか、学年なんだか、あと、偏差値が高い大学とかさ、高校とか、流し出たね、大学高校に行って、そこに行ったみんなが優秀になるって、絶対そんなことないじゃん。ありえないんだよ、そんなこと。ただ、比率的に、まあ、優秀なね、その人生を歩んでいく、わかんないけどね、そう、体制していく人が多いと、パーセンテージ的には。それはあると思う。でも、みんながみんなじゃない、全然。で、逆に、じゃあ、そのね、ちょっとが偏差値的には低くなってしまう、そこと比べればさ、でも、そっから、そこに行った子たちがね、下のね、ちょっとね、ランクに行った子たちが、みんな、ダメな人生を送ったかって、絶対そんなことないんだよ。そう。結局は、その場所で何をするか、自分がどういう心持ちでそこを過ごすのか、っていうか、大事だから、そこは切り替えてほしい。もちろん、不合格とか、自分だったら不採用だよね。っていうのは、凹むから、それはいいの、凹んだって。それを、あ、全然凹んでないっす。そんな風に思わなくていい。そんな強がりはいらないよ。いいの。しっかり事実受け止めて、しっかり凹んで、もちろん泣いたって構わない。そう。だけど、そこで立ち止まることはやめよう。その場所で何ができるのか。ここって決まったんだよね。みんなと3年、大学なら4年だよね。大体。そこで何ができるのかのが何倍も大事なんで、それを、今ね、不合格出たばっかだったらなかなか落ち着かないけど、ゆっくりその落ちたっていう、そこに行くんだっていう事実を受け止めて、じゃあっていう、じゃあどうするっていう、前向きにね、自分がこれからどうするのかっていう風にぜひね、発想を切り替えてもらえたらと思います。俺はそうやって乗り越えたというか、だから俺あの営業マンの会社、営業の会社に入って本当に良かったと思ってるもん、今は。いや、ほんと辛かったんだよ、マジで。もうね、いつかちゃんと話すわ。でも話したかな、どっかで。もう今考えたらよく生きてたなって思うぐらい必死だったんだけど、でも必死に頑張ったからこそ、いろんな人に巡り会えたし、いろんなものが吸収されて、で、今のこの授業の動画にも活かせてるから、そうそう、人生考え方だなっていうのは、本当に思う。32歳のおっちゃんはそう思ってるよ。そう。ね、みんなはまださ、まあ、高校だったら15歳か、中3だったらね。で、高3だったら18歳か。でしょ？どうする？俺とまだ10年以上下がるぜ。そう。だからこれから人生どうなるかなんて分かんないから、ね。切り替えて、やって、なんかこうね、自分の心持ちをプラスの方に、ぜひに、まだすぐじゃなくて構わないからさ、ゆっくりゆっくりそっちに持ってってもらえたらと思います。